圧倒驚く技術で豊かな暮らしを、そんな未来を覗く未来ウォッチ。ちょうど聞いてほしかった患者の悩みがわかる技術、今回解説してくれるのは、私が病気に対する悩みを少しでも改善できる未来についてご紹介します。こちらは先進工学部情報メディア工学科の神津博樹准教授。早速未来の解説お願いします。私は人と物との間で発生した問題を解決する学問、人間工学を専門としています。働きやすい職場や生活しやすい環境を作ること、使いやすい道具や機械を作ることは全て人間工学に当てはまります。現在は人間工学のノウハウを生かして医療現場を支援する研究をしています。これまで医療関係者と仕事をしていましたが、患者の悩みをうまく引き出せないというお話がありました。また同じ頃、病院で受診してもなかなかうまく話をすることができないという方と出会いました。そこで人と物だけではなく、人と人との間で発生した問題でも人間工学のノウハウを生かせば解決できるのではないかと考えました。ここで凄すぎ未来ポイント。現在医療機関での問診が少しでもスムーズになるためのアプリケーションの開発を医療従事者の協力を得ながら行っています。アプリケーションに患者の基本情報や疾患の状態を入力すると、患者やその家族が抱えている悩みの候補を導き出してくれる仕組みを研究しています。患者の悩みは疾患に直接的に関連したこと以外に潜在的な悩みを多く持っていることがあります。例えばインシュリンや高血圧などは疾患に直接関連する悩みなのですが、お金や生活の変化のように医療機関の問診では話しにくい潜在的な悩みがあります。この潜在的な悩みをうまく導くために、疾患に直接的に関連する悩みを見つけ出し、すべての悩みからそれらを差し引くことによって可能になると考えています。ちなみにこの技術が実用化されたらどんな未来が待っていますか？この技術が実用化された場合、限られた時間で効率的に患者の悩みを把握し、適切に対応できるようになります。そうすることで治療の中断などを防ぐことが可能になることや、患者の生活の質を高めることに貢献できると思います。